はい、おはようございます。低山放送、哲夫です。今日もですね、トラック運転しながら撮ってますが、今日は最初に、うちの会社であった、エピソードを一つ先に紹介しようかなと思うんですけど、まあ僕はLP ガスの、タンクローリーの仕事してまして、まあこの仕事結構、まあ、時間も長いっていうことで、結構人が足りない業界ではあるんですよ。まあどこの LP ガスやってる会社も人は足りないんですけど、そんなうちの会社に2年ぐらい前に、25、6歳ぐらいの、若い子が入ったそうです。はい、なのでもう20代の若者が来るなんてことは、運送屋業界でもほぼほぼないので、もうそれはもう喜んだらしくて、うちの会社も。それでまあ、一応横に乗せて仕事を教えるんですけど、まあ、仕事を教えて2日目に、その若い子は助手席で泣いてたって言ってますね。はい、これなんで泣いてたかって聞いたら、僕こんなきつい仕事できませんって言って、泣き出したって言ってました。はい、まあその子も、まあ、一応会社に来る前に面接でいろいろ話はしたと思うんですけど、何でしょうね、あんまり聞いてなかったのか、うちはやっぱ仕事はきついけど、まあ頑張ればそこそこね、それなりに給料はもらえるよっていう、そういう話したと思うんですよ、うちの会社も。多分その子は給料はそこそこもらえるよのとこだけしか多分聞いてなかったんでしょうね。仕事の内容とか、まあ時間とかルールとか、そういうのもう全無視で、頑張れば給料たくさんもらえるんだと思って、まあ勢い込んできたんでしょうけど、まあ、結局何が言いたいかっていうと、会社に入る前は、よく確認した方がいいっていう話なんですよ。もちろん頑張るっていう気持ちはあると思いますし、俺は稼いでやるんだって気合い入れてくる人もたくさんいるんですけど、やっぱり個人個人譲れるものと譲れないものってあるんで、まあ、例えばうちの会社力は使わないんですけど、やっぱ時間は長いですよね、LP ガスの仕事って、うん、それも外で作業してる時間なんかほんのわずかで、基本的にはずっとトラック運転しっぱなしっていう仕事なので、やっぱ免許取ってあんまり経験ない人にとっては、まあ3時間4時間ぶっ続けで運転して作業して、で休憩もしないでまた3時間4時間運転してみたいな、そういう1日、まあ、朝2時3時から始まりますしね、そういう1日のこうスケジュールだとやっぱちょっときつくて続かないみたいな、はい、そういう風になっちゃうので、やっぱ自分が今できることできないこと、譲れるものを譲れないもの、結構しっかりと自分の中に持って、就職活動をして面接の時に聞くなりした方がいいと思いますね。はい、まあやっぱりトラック好きな人なんかは車ね、飾っていい会社に行きたいでしょうから、車にね、メッキつけたりマーカー変えたりするのがいいですよっていう会社もあれば、それはちょっとうちではやってないですねって言われたら、そこは譲れないものとしてその会社は自分の中から候補から外れるっていうことになりますし、そこは確認していかないとダメなところで、別に飾るの興味ないっていう、まあ僕なんかそうなんですけど、そういう人間は別にそこは譲ってもいいポイントで、はい、なのでまあそこをもうちょっと行くと、僕飾らなくてもいいんですけど、トラックの乗り回しの会社は嫌なんですよね。はい、まあ、なのでそういうそこはやっぱ僕の中では譲れないものとして、面接の時にはちゃんと確認します。はい、まあ、あとは時間だったり、まあ、何時から何時まで
あの募集要項に出てるのは、まあ、ざっくりとこんな目安だよっていう時間なので、例えば8時から5時みたいな募集要項に出てても、実際って話聞いてみると、朝の6時から夕方の6時までですよみたいな、そういうとこってまあ結構たくさんあるんですよね。はい。なのでそこはちゃんと確認して、募集要項にこう載ってますけど本当ですかみたいな。はい。それでやっぱ一番注意しなきゃいけないのは、あの職案の募集ですね。職案の募集要項の紙ってあれって古いんですよ。で、あの更新してればいいんですけど、その募集出してる会社さんが、更新しないで何年も、下手したら10年も同じ募集要項の紙を出してる会社さん結構あるんですよ。なのでボーナスありみたいな書いてあっても出なかったり、あの時間も変わってたり、下手するともう仕事内容から何からもう全然違うっていうパターンありますんで、はい、そこは要確認ですね。職案からの紹介で行く場合は、よくよく仕事内容とか時間とか給料面とか、そこは確認した方がいいと思います。はい。まあ、あとは手積みだったりとか、あとはコース、固定のコースって書いてありますけど、まあ、固定コースって言っても半年ぐらいでこう切り替わるっていうパターンもありますんで、それはどのぐらいのサイクルでコース1コース覚えて、どのぐらいのサイクルで切り替わるんですかみたいな、そういうのも確認した方がいいと思いますね。はい。まあ、とにかく全部自分が思ってることは全部聞くみたいな感じで面接に臨まないと、後でいやこんなはずじゃなかったのになみたいな、下手したらトラブルになったりもしますんで、はい。まあ、そこはちょっとで運送屋は結構いい加減なところもありますし、本当に人手不足の業界なんで、とにかく人が欲しいので、都合の悪いことは言わないみたいな、そういう会社さん結構ありますから、それはやっぱりこの面接する側、ごめんなさい、面接に行く側としてちゃんと確認した方がいいと思いますね。はい。で、まあ、さっき出たボーナスの話最後にちょっとしようかなと思うんですけど、運送会社で、ボーナスは期待しないでください。もうこれ僕はっきり言っちゃいます。普通のサラリーマンとか、まあ、毎年公務員のボーナスが、ね、平均で何十万何百万みたいな、そういうニュースをやってますけど、運送屋はボーナスはほぼないです。はい。で、まあ、今結構出すところもあるんですけど、これ注意しなきゃいけないのが、例えば募集要項にボーナス3ヶ月分とか書いてあったとするじゃないですか。そういう会社結構まああるんですけど、3ヶ月分だから、まあ月給30万だとして、90万だな、で税金だの何だの引かれても80万はもらえるなってこう考えがちなんですけど、運送屋初めて来る人って結構そういうところで、普段の給料安くてもボーナス3ヶ月出るなら大丈夫だなみたいな考えちゃうんですけど、これはっきり僕断言しますけど 100% 出ないです。はい。これなんでかっていうと、運送屋って基本的には基本給、これが思いっきり低く設定されてるからです。はい。なので基本給の3ヶ月分みたいな、そういうことなんですよ。まあ、もうちょっと深掘りすると、運送屋の基本給、例えば5万とか、これ本当の話ですよ。基本給が5万もしくは8万10万とか、まあ、その程度の基本給なんですよ。それにあとは、まあ、よくわかんない職務給みたいなのとか、あとは手当ですね、解禁手当とか、あと車きれいにしてたら愛車手当とか、あとは家族手当とか通勤手当とか、まあよくわかんない手当も含め、一切合切こう全部合わせると月給が35万みたいな、そういうノリでやってるんですよね、運送会社って大体。まあ大手の路線便会社とかは違うと思いますけど、ちょっとわかんないですね、僕行ったことないんで。ただ中小のトラック屋さんは大体そういうスタイルでやってるところが多いので、
なのでボーナス3ヶ月分みたいな言ってても、基本給5万の3ヶ月分なんで、15万です、はい、そこから税金と保険引かれて、まあ、10万ちょいちょいです。そのぐらいだと思ってください。で、運送屋で、ボーナス10万出れば、なかなかいい会社です、はい、基本的にボーナスはありませんよっていう会社もかなりたくさんありますし、まあ、本当に10万以下みたいなのがザラですね、はい、なので10万以上出る運送屋さん見つけたら、これは結構まともだぞと思っていいと思います、はい。まあ、僕も結構あちこちの会社いろいろ行ってボーナスもらったりもらわなかったりしたんですけど、一番最低のボーナスは、1回だけ3000円っていうボーナスもらったことあります、はい、笑っちゃいますよね。まあ夏だったかな、鉄夫ちょっと来いってなんか呼ばれて、お前にボーナス出てるからよみたいな、すげえ偉そうになんか事務所に呼ばれて、行ったら封筒にちゃんと賞与ってハンコが押してあって、でほら頑張れよみたいな、そんな感じでもらって、開けてみたら3000円だったっていう、はい、もう完全に笑っちゃいました。でもそんなのでも胸張ってうちはボーナス出してるからみたいなこと言う会社結構あるんですよね、はい。あと、まあ5000円っていう会社もありましたし、まあ結構多いので1万円っていうパターンが2社ぐらいありましたね、はい。行く先輩が一人っきりっていう、はい。あとそうですね、まあ2、3万とか5万とか、まあその程度だと思ってください、はい。まあ、わりかし今のロリーの会社はわりかしまともな部類に入るので、まあ、多少10万15万ぐらいのボーナスは出るんですけど、はい、これがわりかし運動屋の中では、いい方のボーナスです、はい。まあ、月々の給料が高いからなっていう会社の言い分なんですけど、まあ、今は給料もそんな高くないですしね、はい。まあ、だからローン組んでボーナス払いなんて持ってる人はちょっとそこら辺注意した方がいいかもしれませんね、はい。まあ今日はこんな感じで、就職活動するときはいちいち確認して、できることできないことをちゃんと会社とディスカッションして、それで就職活動してくださいと、はい、ということと、あとは商用事情ですね、ボーナス事情、運送屋はあんまり期待できませんよと、はい、そういう話をしました、はい。今日はそんな感じで以上になります。ありがとうございました。ごきげんよう。